またその結晶をどっかへ運ぶつもり？必要なら。
撃て。分かってるよ。ここに降りた時の砂の台座で帰れる。早く出よう。なんて言った？僕たちは間違ってるって。悪者じゃなかった？おい、分かってるよ。僕たちには関係ないって言いたいんでしょ？もう黙れ。答えを覚えているか？覚えてるよ。おい、これを読め。おい、なんと書いてある？必要な時しか話さないよね。言いたいことがあるのか？だって父上が僕と話すのはルーンを読んでほしい時だけじゃないか。母上なら。お前の母親が生きていたらここには来ていない。アトレウス。もういい。
中にいた。誰？わかるでしょ。いい、言いはしなかった。どうせ探してもいないんでしょ。生意気な口を聞くな。旅を無事終えるには集中してことに当たらねばならん。大声で嘆くだけが弔いだと思うな。私には私の弔い方がある。ごめんなさい、わからなくて。いや、当然だ。話してこなかった。わからなくても無理はない。光では一瞬のように感じた。納得はしないだろうが。そっか、話してくれてありがとう。じゃあ闇の息を晴らしにミズガルズへ、それとも少し探検していく？戦について他に話は？戦いでは強い兵士が勝つが、戦では勝利のためにあらゆる犠牲も厭わない者が勝つのだ。お帰りなさい、忙しいようで。察したか。私は細部に気を配る太刀でして、壮大な旅をしているようにお見受けしますが。で聞こえた声、あれ初めてじゃないんだ。ブロックに会った時も、木の陰に何かいる、怖いよって声が聞こえたんだ。獣の声か。あの子の気持ちが分かったんだ、何を怖がってるのか。うん、また聞こえたら教えろ。いいな。分かった。水ガルズ、同じ空間に全ての世界が重なってるなんて本当信じられない。ここから動かなくても移動できるんだもん。行ってきた。シンドリに会ったよ。あれ、先に会ったっけ。
あの濡れネズミに斧をいじらせたってのか？ん？あいつもすっかり焼きが回っちまってよ。だからあいつと別れたんだ。道連れにされてたまるんだ。あいつまたヘマをしたのか？その逆だ。まあどんなにヘモ食ったって数打ち当たるってことだな、うん、だが本当に大事なもんは安定の質よ。俺の辞書にまぐれなんて言葉はねえぜ。何をした？よくしたんだよ。よし、頼みがあんだ。ポケットすんね。なんだとワーフ？錬金術師のアンドバリってのがベルンド鉱山にいるんだが、音沙汰がないままでよ、多分もう100年くらいになるか。もうくたばってるかもしれねえが確かめてえんだ。やつは俺と同じドワーフで緑の指輪をつけてる。やつには貸しがあるんだ。いいだろ、暇があればな。ああなるほど、わかったぜ。ただ働きってわけにはいかねえよな。わかったよ、アンドバリを見つけてくれたら何か作ってやる。この石を持っていけば鉱山の中に入れるはずだ。仕込んでるブツを仕上げるには奴が必要なんだ。頭を使えばすぐ見つかるんだろう。闇の域への戻り方を覚えてるか？もちろん。バナヘイムの塔から行けるはずだよ。闇の域へ向かうか、探検か、どっちにする？ほら、あれさっき通ったトール像だよ。魔女の洞窟の跡。それはどの方向だ？今はまだ朝で、太陽があっちにあるということは南だよ。なぜ？よし。わかった。やるぞ。そんなあなたに役立ちそうな宝物があるとかないとか。後悔！出ないよ！ほら、来るよ！
上、僕が母上を持っていい？ダメだ。でも…ダメだと言った。わかった。山に顔を掘ったのかな。詳しいのはお前だろ。ありがとう。気をつけろ。気の緩みは歩みを遅らせる。はい。まだ闇の息がある。どうするの？魔女の言ったことを試す。息を消すぞ。なら登る。そうだ、巨人はいなくなる前、ミズガルズの山に来てたって母上が言ってた。消えた。そう、ある日突然消えたって。理由も分かってない。故郷へ戻ったのかもしれん。ヨトゥンヘイムにかもね。山の顔は特別な巨人に捧げたものなのかな。入り口だ、着いたよ。闇の息だ。巨人なんていないよね。誰なんだろう。渡れない。でも台座がある。これは何と。繋がれた獣と怯える奴隷、根を張りしきも我を知らぬ。うん。ダメか。床を見ろ。意味が通じないよ。何か足りない。別の光の結晶がないかな。
それ、刺激？洞窟に？変なの。大事な場所なんだね。試されてるみたい。違うね。それが答えか。自由。ああ、なるほど。やってみろ。はい、触れるさ。どうなってるの？お、橋が出るのかと思った。巨人どもに試されているのか。